ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが皆さんは、偽物とされた聖書があることはご存知だろうか？今回はそんな聖書に記された歴史を紹介していくぜ。それではゆっくりしていってねー。そもそも聖書って何なの？聖書はユダヤ教、キリスト教の聖典であり、簡単に言えば教科書のようなものだな。聖書と一言で言っても旧約聖書、新約聖書の二つに分かれていて、旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻の、計66巻構造となっているんだ。そんなにたくさんあるんだ。いつ誰が書いたものなの？聖書の書かれた時代や書いた人物は多様なんだ。一番古いもので言うと紀元前250年頃の旧約聖書が発見されていて、これは司会文書と言われるものなんだが、これについては後で詳しく解説していくぜ。わかったよ。旧約聖書と新約聖書の違いは何なの？書いている内容は同様だが、決定的に異なる点があるんだ。それはイエス・キリストが主となっているかなっていないかという点で、旧約聖書は主にイスラエル民族と神との間に結ばれた契約が記されたものなんだぜ。そんな違いがあるんだ。どんな内容なの？ユダヤ教徒の神による天地創造から始まって、イスラエル民族と神との関係や、神との約束が記されているんだ。また古代イスラエル人やユダヤ人の思想活動や日常のしきたりや規範など、多岐にわたり記載されているんだぜ。そんなにいろいろなことが書かれているんだね。そして旧約聖書ではメシアが現れ救われるという内容で終わるんだが、新約聖書ではそのメシアがイエス・キリストであると記載されているのが大きな違いなんだ。キリスト様は私でも知ってるよ。また新約聖書ではユダヤ民族だけでなく、すべての人類がこのイエスを通して、神と新しい契約を結ぶことができる、と記載されているのも大きな違いなんだぜ。私たちでも大丈夫なんだね。そんな聖書だが聖書であるにもかかわらず、本物の聖書として扱われなかった文書があるんだ。その偽物であると言われた聖書とは一体どういうものなのか、詳しく解説していくぜ。お願いするよ。偽物であるとされた聖書は絵の具書と呼ばれていて、偽物だとされているにもかかわらず、真実を語っている可能性があるんだ。そうなの。ただ公式で認められているわけじゃないから、絶対に正しいわけではないことを前提に、聞いてくれると嬉しいぜ。わかったよ。絵の具書は旧約聖書と新約聖書のどっちに当てはまるの？旧約聖書だな。ヘブライ語、あるいは今のシリアを中心に話されていたアラム語で書かれていて、旧約聖書には創世記、歴史記述、ルールや掟などが記載された立法、予言などが記載されているんだが、これらの内容は絵の具書にも、記載されていることが確認されているんだ。だから旧約聖書になっているんだね。他には何が書かれているの？天使、打天使、悪魔の記述が多く、天界や地獄、最後の審判、ノアの大洪水についての予言などが細かく記されているようだな。ただこのノアの大洪水については一般的に知られているものとは異なっているんだが、それは後ほど詳しく紹介していくぜ。わかったよ。初めから偽物だと思われてたの？書かれた当初は広く読まれていて、教父たちの評価も高かったようだな。キリスト教初期には広く知られていたという見方もあるんだが、現在残っているのはこれらの内容をエチオピア語で翻訳したものだけとなっていて、とても貴重な書体になっているんだぜ。すごいものに思えてきたよ。正式な聖書だと認めている人もいるの？紀元前1から2世紀頃成立と推定されるエチオピア正教会は、聖書として認めているようだな。聖書だとしている場所もあるんだ。この絵の具書を聖典とするエチオピア正教会は、イッス信仰とラビユダヤ教以前のユダヤ教、そしてキリスト教が混ざって独自に発展した宗派で、一般的なキリスト教とは異なる点が多々あるんだ。信じている聖書以外にも違うところがあるんだね。このエチオピア正教会は特殊でマリア崇拝だと推測されるんだが、イッス信仰という怪しいワードも存在しているんだ。イッスって神様なの？エジプト由来の豊穣の女神のことだな。このイッスの元をたどるとシュメールのイナンナという女神にたどり着き、そのイナンナからイッス、イスタル、アスタロトといった魔的な女神が派生していて、エチオピア正教発展以前のエチオピアは悪魔信仰の土地であったと考えられるんだぜ。そうなの？エジプト由来の女神がいたり、どうしてそうなったんだろう？エチオピアは地理的にエジプトの南部であることから、エジプトの影響を受けたものと考えられるな。そうだったんだ。さらに特殊な点があって、一般的な暦は1年が1月から12月で、構成されているのに対し、エチオピアでの暦は1ヶ月多い、13ヶ月で構成されているんだ。暦まで違うんだ。さらにエチオピアではイエス・キリストの生誕年について一般的なものとは違う解釈をとっていて、西暦から7年から8年ほどズレが生じているんだ。ということはつまり、現在西暦2023年だが、エチオピアでは2015年ってことだな。かなり特殊だね。次はそんな特殊な時間軸にいるエチオピアのみが公式に認めている、絵の具書の内容について、詳しく解説していくぜ。楽しみ。絵の具書の内容としては旧約聖書に書かれているものと同様なんだが、
預言者エノクという人物が見た神のお告げが語られる、という点が異なっているんだ。このエノクには従う者という意味があって、神に従う者として考えられているんだぜ。だからエノク書なんだね。いたとしたらいつの時代の人なの？エノクの生存年数は紀元前2800年あたりとされていて、あのノアの大洪水で有名な、ノアの曽祖父であるとされているんだ。そんなに昔の人なんだ。新約聖書と旧約聖書にエノクは出てくるの？両方に出てくるんだが、旧約聖書に書かれている記述は、非常に短い一節しかないんだ。そして新約聖書では、エノクは神に愛されており、その信仰が誠実なものだったために彼は死なずに天国に行くことを許された、と記されているだけで、それっきり登場しないんだぜ。それだけしか出てこないんだ。新約聖書と旧約聖書にはほとんど出てこないエノクに関することが詳細に記載されているのが、このエノク書ということだな。エノク書はどうして書かれたの？エノク書が記された経緯も記載されていて、それによるとある日エノクが幻を見ると、そこに天使が現れ、エノクに天国と地獄を見せてくれるんだ。そしてエノクは天使から天文学や暦などの知識を授けられるとともに、将来起きるであろうメシアの降臨や最後の審判について伝えられるんだぜ。そして人間界に戻ったエノクが天使からのお告げを後世に残すために記したのが、エノク書ということなんだ。そんな経緯があったんだ。エノク書の中には最初の人類滅亡と言われているノアの大洪水がなぜ起きたのかが、記載されているんだぜ。それは新約聖書と旧約聖書には書かれていないの？なんと記載されていないんだ。いかにこのエノク書が特殊な書であるかがわかるな。どうしてノアの大洪水が起こったのか気になる。けどそもそもノアの大洪水って何なの？それならまずは、一般的なノアの大洪水のおさらいをしておくぜ。お願いするよ。ノアの大洪水は、人々が信仰心を忘れて堕落した生活を、送っていることに起こった神が地上の人々を滅ぼしたとされているんだ。だが清く正しい心を持ったノアだけに洪水が来ることを告げ、被害を回避するために箱舟を作らせたんだぜ。神様怖い。船にはノアだけが乗ったの？作った船に、ノア、ノアの妻、彼の三人の息子夫妻、すべての動物のオスとメスが乗ったとされているな。そして神は40日間地上に雨を降らせ、大洪水は150日間も続いたとされているんだ。そんなに？これによりノアの箱舟に乗れなかったすべての生物は滅びることになった。というのがよく知られているノアの大洪水だな。だがエノク書によると大洪水のきっかけになったのは人間ではなく、なんと天使が原因であると記述されているんだぜ。どういうことなの？まず、天使が人間に恋をするところから始まるんだぜ。なんだかファンタジーっぽくて素敵だね。ここだけ聞いたらそう思ってしまうな。まずエノクの父親であるヤレドが存命だった時代、つまり紀元前3000年くらいに、人間の女性に恋した天使たちが地上に降り立つんだ。そして全員で誓い合い、人間の女性と結婚することを決めるんだぜ。行動力がある天使だね。これについて実際のエノク書に書かれていることを紹介していくぜ。お願いするよ。なんて書かれているの？その頃人の子らが数を増していくと、彼らに耳麗しい美人の娘たちが生まれた。これを見た使いたち、すなわち天の子たちは彼女らに見せられ、さて、さて、あの人の子らの中からおのおの嫁を選び、子を儲けようではないかと言い交わした。彼らの中の筆頭たるシェミハザが言い出した。私だけがこのけしからん悪事の尻拭いをする羽目になるのではないかと心配なのだ。ってのが始まりだな。いけないことだったんだね。皆はなんて答えたの？この計画を不意にしないこと、これを確実に実行することを一緒に、はっきりと誓い、誓いを破った者は仲間外れにするとしよう、と答えているな。結束を誓い合ったんだね。どれくらい天使がいたの？仲間外れを罰とする誓いを結んだ。そこに居合わせたのは合計200人であった、と記されているんだぜ。そんなにいたんだ。つまり一斉に200人の天使が降り立って美女と結婚したことになるな。そしてこの時一番罪深いことをしたのが、他の天使たちに結婚を促した、シェミハザという天使なんだ。その天使がそんなことを言わなかったら、悲劇は起こらなかったかもしれないんだね。すぐ洪水があったの？というわけではなく、最初は天使たちの恋が実り、人間の女性との間に子供が生まれるんだ。だがその生まれた子供は、普通の子供とは違ったんだぜ。どう違ったの？まず身長が1350センチメートルあり、生まれた時から知能が優れていたんだ。そんなに高いんだ。この子供はネフィリムと呼ばれ、このネフィリムは半分は天使で、知能や力に優れていたことから、人間たちの中で支配する立場の、王や支配者の地位に立っていたんだぜ。さらに天使たちは妻である女性たちにも医療や呪い、草木の切り方などを教えていたんだ。これで人間が知能を持っていくことになるんだ。なんだか幸せそうだね。だがネフィリムの巨大な体はものすごい食欲を持っていて、地球上に存在する作物をすべて食い尽くし、鳥や獣を食べるようになっただけでは収まらず、人食いや巨人同士の共食いさえ始めてしまうんだぜ。すごく悲惨で最悪な状況だね。だがそれだけでは収まらず、アザゼルと呼ばれる悪魔により、
さらに混沌とした状況になっていくんだぜ。これ以上に、一体アザゼルは何をしたの？彼は人間たちに対して、剣、小刀、盾、胸当てなどの武器や装備、腕輪や飾りなどの金属製品や、染料などの作り方を教えたんだ。あれ？いいことをしてない？一見そう思うが、このアザゼルが人間に与えた知恵により、武器を持った人間は人間同士で殺し合い、化粧や着飾ることで、男女関係の色恋沙汰に明け暮れるようになるんだ。結果的には男性も女性も醜く争い合う原因を作り出した主犯格とも言えるんだぜ。狙ってやったのかが気になるね。天使たちはどうしたの？それぞれ負けじと人間に入れ知恵をし始めるんだ。絵の句書には、シェミハザは全ての魔法使いと草の根を断つ者と教え、アルマロスは魔法使いをいかに無効にするかを教え、バラクエルは先生家を、コカピエルは天体の蝶を、タミエルは星の観察の仕方を教え、サハリエルは月の運行を教えた。人間どもが滅んでゆくと彼らは大声にわめき、その声は天に達した、と記されているんだぜ。ちなみに彼らは天使のことだな。誤算だったんだね。つまり世界は空腹のため何でも食してしまう巨人と、美や力を求めて争う人間という存在がはびこるものとなってしまうんだ。まさに地獄だね。その後どうなったの？ミカエル、ガブリエル、ウリエル、ラファエルといった有名な大天使たちが地上のありさまを見て、神の意向を伺う場面へ転換していくんだ。そして神がアルスやラルユルという天使に、地上が大洪水で滅びるから身を隠せと、ノアに伝えるように言うんだぜ。ここでノアが出てくるんだね。さらに神は、アザゼルを捕まえて暗闇の中に閉じ込めておくように、打天使たちが汚した地上を癒すように、地上は打天使の入れ知恵のゆえに滅びることはない。アザゼルの教えで全地が堕落したのだから、すべての罪をアザゼルに返せるように、ネフィリムを互いに殺し合わせて滅ぼすように、シェミハザとその仲間たちが、子供たちの死を目の当たりにした後に、審判が終わるまで大地の下に繋いでおくように、一切の汚れたものを地上から取り除くように、その後人間が回復して神を褒めたたえるようになる。そうしたら地上に祝福を注ぐ、と告げるんだぜ。厳しい采配だね。その後どうなるの？神の天使たちは絵の具へ、堕落天使たちは平安も許しも得られないと、堕落天使たちに知らせてほしいと要請するんだ。この天使から神のお告げを聞いた絵の具はまずアザゼルにその旨を告げ、次に堕落天使一同に話すと彼らは恐怖に震えながらも、恥のあまり神に顔向けできないから、神に許しをいただけるように、嘆願書を書いてくれと絵の具に依頼するんだぜ。絵の具は嘆願書を書いてあげたの？だな。だが書いた嘆願書を読み上げている最中に、なんと眠ってしまい、その夢の中で神の幻を見るんだ。その後絵の具は再び打天使たちの元へ赴き、幻を踏まえて天使たちが許されることは、永遠にありえないと告げるんだぜ。夢にまで現れるなんて、神様は絶対に許す気がなかったんだね。それを聞いた堕落天使たちはなんて言ったの？堕落天使たちがなんと答えたのか、どうなったのかは記されていないみたいだぜ。そしてこの後は神が堕落した人間や巨人たちを滅ぼすために大洪水を起こす。って内容だな。すごいお話だね。聖書とは違い絵の句書を読み解くと、天使や悪魔の悪霊で人間が滅ぼさせたという、見方ができるんだ。聖書では人間が原因だったもんね。堕落天使たちはどうなったの？すべての原因とも言える人間の女性との愛欲にまみれた天使は当然天国での居場所もなく、元の天国に戻ることもできず、地上をさまようことになるんだ。さらに死ぬこともできないようだぜ。本当に聖書なの？って言いたくなるような救いがないお話だね。そんな聖書とはいずことなく異なる絵の句書だが、歴史の真実を語っているのではないかとも、言われていて、その証拠になるのが司会文書というものなんだ。司会文書って初めて聞いたよ。どういうものなの？司会文書は1947年から1956年にかけてイスラエルとヨルダンの間にある、司会の洞窟で発見された聖書関連の書物で、紀元前2800年頃のものであるとされているんだ。そんなに昔の文書が残ってるの？発見されたのが砂漠地帯、しかも洞窟の壺の中に保管されていたことが、残っていた大きな理由だな。そのためにかなり状態が良く、発見された当時はユダヤ教、キリスト教にも大きな影響を及ぼしたんだぜ。どうして影響があるの？なぜかというとこれが発見されるまでは、別の旧約聖書が最古であるとされていたんだ。この司会文書はその最古と言われている旧約聖書より、千年も古いものであると発覚したからだぜ。そんなにすごいものなんだ。どんな内容なの？大きく三つに分けることができて、第一はヘブライ語聖書聖典本文、第二は旧約聖書外典と義典と呼ばれる文書群、第三は集団文書と呼ばれるもので、クムラン教団の規則や儀式書、戦いの書と呼ばれる書などで構成されているんだぜ。いろいろ書かれているんだね。この文書が発見されたことは歴史的に素晴らしいことなんだが、あまり欲を持っていない人たちもいたんだ。どういうことなの？もしこの中に書いてある内容がユダヤ教、キリスト教の教えとは全く異なるもの、だったとしたら、どちらの宗教にとっても都合の悪いものになるからだな。
それまで教えていたことが間違っていたってことになりかねないもんね。違うことが書かれてたの？結果としては旧約聖書の内容と一致したんだが、まだ解明されていない文があることや、書体の保存に使われたとされる腐敗処理が現代の技術を活かしても、解明されないことから、多くの謎が残っているんだぜ。今でもわからないってすごいね。そしてこの司会文書によってわかったことは2000年前のユダヤ教文書が、現代の学者たちの想像以上に豊富なバリエーションを持っていたことということで、歴史的に大きな発見だったんだぜ。すごい発見だったのはわかったけど、どう絵の具書と関係があるの？なんと司会文書に、絵の具書の断片が発見されたんだぜ。このことから絵の具書は後世の作り物ではなく、古代から存在している書物であるということが、証明され、絵の具書がキリスト教及びユダヤ教の中で、長く参考文献として重んじられていたことが、司会文書によって明らかになったんだ。特にイエス時代の前後に愛読され、重要視されていたということも伺えるんだぜ。そこにあったんだ。そんな重要なものなのに、どうして絵の具書はエチオピアでしか、聖書として扱ってないの？それには様々な考察があるんだが、一つの仮説を紹介していくぜ。お願いするよ。まず聖書の聖典を決めるため、西暦382年にローマ評議会が聖書を調査し、66冊の聖典が決定されたんだ。これが今も聖書として扱われているものなんだが、この時絵の具書を含む合計15冊が、聖典から削除されているんだぜ。どうしてなの？他の聖典66冊と話が噛み合っていないからだとされているんだが、ある説では絵の具書に書かれている内容がキリスト教の多数派にとって、都合の悪いものだからだとも言われているんだ。他には政治的な意図があった可能性があるのでは？と考察している人もいるんだぜ。そんなことある。絵の具書は天使の反逆や堕落、人間との結婚などといった要素を、事細かに詳しく記していることから、キリスト教の正統派にとっては、都合の悪いことになるかもしれないんだ。確かに本来ならない要素だもんね。聖典を決めるのは人間で決める人の都合によって変えれることを考えると、聖書とは？って思えてくるな。偉い人に消された驚きの事実があるかもしれないね。今回は、絵の具書について解説してみたぜ。一般的なノアの大洪水のお話とかなり違ってびっくりしたよ。すごいものだよな。でも司会文書が出てくるまで微物だと思われていたなんて、他にもすごいものがあるかもしれないね。あるかもしれないし、霊夢がさっき言っていたように、偉い人に消された書物があってもなんら不思議じゃないな。ただ大きな声じゃ言えないぜ。私たちが消されるかもしれないもんね。ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よかったら他の動画も見てね。最後までご視聴ありがとうございました。